ルーズベルトゲーム。あいつは大投手になるために生まれてきたような男や、格が違うって YouTube で楽屋話を一緒に制作配信している森脇健児が扮する逸話電気野球部の村野監督のセリフ実はあれね、本人の話によると撮影現場での声ではなくてね、後でアフレコしたものだそう。うん。というのは、森脇健児自身はね、京都在住なんで、撮影の度にロケ地まで出向くんだけど、今回はスタジオでの声だけの録音ということで、至急東京まで来てほしいっていうオファーがあって、うん。で、まあね、当然関西での仕事もあるわけで、なるべくなら東京へのとんぼ返りはしたくないと。で、結局は、まあ KBS 京都の番組でね、長らくお世話になってるプロダクションにお願いして、京都のスタジオでそのセリフの部分を何テイクも録音して、それをデータで東京の方へ送ったと。うん。で、そのうちの一つのテイクが採用されて、わざわざ東京に行かなくても済んだとね。うん。まあ最近はね、インターネットを使ってね、音声だけでなく映像までもデータでやり取りする時代なんで、そういう意味ではドラマ制作の現場もね、かなり便利になってきた。うん。ただそれにしても、とにかくかなり切羽詰まったスケジュールになっているらしくて、なんとこの前の第5話に関しては、放送当日5月25日の夕方5時にようやく完成 VTR が納品されたそうで、つまり4時間前っていうね、まさにギリギリセーフという状況。はあ、まあこういうのね、実は決して珍しいことでもないんだけど、ルーズベルトゲームの場合はね、特に野球の試合なんていう天候に左右されやすいロケが多いし、なかなか大変だとは思うんだけど、ね。ということで、公式サイトの撮影リポートではこんな裏話が。第5話の要である逸話電気との野球の試合のシーンは、なんと約6日間かけて撮影されました。一日中試合のシーンを撮影してもなお6日間。そして青島逸話ナインたちは全力での野球プレー。考えただけでクタクタ。キャストたちの体力は凄まじい。初日に全シーン通してのドライ、カメラを使わないリハーサルをしたのですが、そのドライだけでも2時間を超えるロングなドライに。それにしても青島ナインたちの猛攻はすごかった。もう高校球児のように泥まみれでスライディングと監督からも言われ、本当に泥まみれになって試合に挑みました。ナインたちはそれぞれの選手のナイスプレーに、ナイスプレーと声を掛け合っていたのですが、それがお芝居なのか本当なのか、もうわからなくなるくらいにリアルな空間に。で、ところで、この前ね、西武ドームで始球式を務めたあの工藤飛鳥が、なんと今度は CM デビュー決定。うん。しかもその内容は、青島製作所野球部エース、沖原和也役としての出演。ほう。6月1日放送第6話の合間の CM でね、提供スポンサーの東芝とコラボが成立っていうことらしくて、これまた楽しみ。うん。で、さて、そんなルーズベルトゲームには毎度おなじみのあの方から今回もメールが。最近ガイアの夜明けを見ていると、江口洋介さんが何かを企んでいるかのように見えてしまう今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ルーズベルトゲーム第5話、久しぶりにドラマの中でしっかりした野球の試合を楽しませてもらいました。やはり野球は強い者同士のゲームの方が締まりますね。試合の決着がホームランか外野フライかで決まるというのも、ドラマに登場するゲームの定番といった感じがします。同じようにドラマのクライマックスがホームランか外野フライかで決まる野球映画といえば、ロバート・レッドフォードがベテランの強打者を演じたアメリカ映画ナチュラルを思い出します。主人公は若くして天才バッターと騒がれていたものの、ある事件がきっかけで野球界から身を引きます。しかし、ベテラン選手の年齢に達した頃、恋人の励ましもあって、再び野球選手としてバッターボックスに立ち、チームをリーグ優勝に導いていくという物語です。その最後の試合で大スランプに陥っていた主人公がホームランを打ち、優勝が決定します。そのホームランがとても印象的なのです。打球が外野のナイター照明に激突し、電気ショートを起こして花火のごとく火花が飛び散る中、レッドフォードがグラウンドを一周するという場面が今も鮮明にこびりついています。他にも田園風景の中でキャッチボールをする場面、
雷が落ちた木を削ってバットを自作する場面などなど、とても綺麗なシーンがたくさんあり、他にはないちょっと上品な野球映画なのです。ルーズベルトゲームもいよいよ後半戦です。逆転の逆転がどのような形で決着するのかを楽しみにしたいと思います。で、ちなみに気になる視聴率は第5話が 16.0 と初回の 14.1 を上回って最高を記録。ということで、何はともあれルーズベルトゲーム、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。